つくば市西大橋2010年4月18日茨城県道123号土浦万道線は茨城県土浦市から万道市に至る一般県道である土浦市藤崎の国道125号より分岐して西方向へ向かいつくば市のつくば研究学園都市上層市を経て万道市岩井の国道354号に至る東西約 46km の路線で ほぼ国道354号の北側で平行。上層市内を流れる絹川を三つ間橋で渡過する。筑波市内では、通称学園南大通り及びエキスポ大通りとなるほか、万博記念公園駅と茨城県道、栃木県道45号筑波毛火線バイパスを結ぶ、都市計画道路透明上、河原崎線が本県道に指定されている。土浦市下高津二丁目の三丁目間には、 国道354号ガード下をくぐる。最小福井に4.0メートルの境外路が残る。2014年12月から、この区間を拡幅改良する道路改良事業が進められている。道路法の規定に基づき、土浦市藤崎道市下高津間は、緊急輸送道路として、機能を維持するため、災害発生時の被害拡大防止を目的に、 道路用地内に電柱を立てることが制限されている。都市計画道路透明上河原崎線つくば市透明新都市中央通りの万博公園駅北東交差点から、同市透明茨城県道45号つくば、猛火線バイパスを東西に結ぶ、延長約1 4トル対向4車線、福音3 0ルの幹線道路。つくばエクスプレス。 万博記念公園駅周辺開発のため、平成12年度より事業化され、2004年3月に本県道路線の道路区域に指定される、2007年3月全線開通した、県道土浦万道線、中妻バイパス、上層市、三阪神殿町から絹川にかかる、三妻橋を結ぶバイパスで総延長 1.977km、福音 16m の道路、 バイパスの北側で並行する現道は、関東鉄道上層線三つ間駅周辺の市街地を通る狭く屈曲した道路で、この区間の交通混雑解消を目的に、平成13年度から整備が進められ、2013年3月に一部区間にあたる国道294号上層バイパスから、三つ橋間の延長960メートルが開通した上層線とは、 中津湖線橋により立体交差となる。福音、曲線半径、勾配その他道路の状況により最大積載4トンの普通貨物自動車が通行できない区間。指定解除された旧道区間のうち、三津海道市内の一部区間は、県道下小三津海道線と重複。ありがとうございます。